コネチカット、ニューヘイブン及びセイブルック各植民地の地図、ニューヘイブン植民地は、現在のアメリカ合衆国コネチカット州の中に、六百三十七年から六百六十二年まで二十五年間、あったイギリス人による植民地である。その後は、コネチカット植民地に統合された。六百三十七年春、ジョン・ダベンポートというピューリタンの牧師がイギリスから、 オランダに追放されていた集団を率いて、イギリスに戻り、そこからさらに、アメリカに渡った。この集団は6月26日、暗号で、マサチューセッツ湾植民地のボストンに到着したが、マサチューセッツ湾植民地は、宗教の規律が主観しているという印象を抱き、自分たちの落ち着き先を求めて出ていくことに決めた。その年の秋、テオフィロス・イートンが適当な入植地を探すために、 探検隊を率いて南のロングアイランドサウンドの北海岸を探索した。イートンはキニピアック川の河口でインディアンから土地を購入した。1638年春、集団が出発し4月14日、コネチカット海岸のニューヘイブンに到着した。そこはロストンとニューアムステルダムの中間にあって良い港があり、毛皮を求めるためにはコネチカット側もあり、交易には 理想的な場所に思われた。しかし、この植民地は開拓地として、また宗教的な実験地としては成功したが、公益の中心地となるにはまだ時間を要した。1639年、住民は自治政府を作るために基本条項を定めた。これは川沿いにある他の町でも同様なことをしていたことがきっかけでもあった。7人からなる政府委員会が設けられ、イートンは 主席判事、カニンガムが牧師になった。基本条項の中では、神の言葉が唯一の規則であるとしており、イギリスで伝統的な監修法を引き継ぐことになった。聖書には判事による裁判に関しては記述がなかったので、それを省き委員会が採決を行った。教会の改修のみが投票資格を得た。この植民地の成功は、他のピューリタンも引きつけ、 さらにピューリタンではないものも集まってきた。住民は1639年にはミルフォードとギルフォード、1640年にはスタンフォードとさらにロングアイランドサウンドを渡り、ロングアイランドのノースフォークの南にサウスオールドの町を作っていった。これらの町を合わせてニューイングランド統一植民地と呼ぶ連盟を作った。1643年にはブランフォードが加わり、これが ニューヘイブン連盟としては最後の公式、プランテーションとなった。住民はマサチューセッツに習った政府を置いたが、ピューリタンの規律を厳しく守ることは続けた。1641年、この植民地はレナペ族からデラウェア側に沿ったトレントンの南の地域を購入することで、ニュージャージー南部とフィラデルフィアとなったところの領有権を主張した。そこには、 ケープ名やセーラムとなる開拓地が作られることになった。インディアントの条約では、デラウェアの土地の西側の境界を設けていなかったので、コネチカットにとっての法的根拠は、大西洋から太平洋まで、デラウェア側両岸のすべての土地を所有する、いわゆる海から海までということになった。1642年、ジョージ・ランバートン船長の船で50家族が救うカル、 川の川口付近に渡って入植し、今日のフィラデルフィアとなる公益基地を建設した。この地域にすでに入っていたオランダ人とスウェーデン人がこの基地を襲い建物を燃やした。スウェーデンの裁判所はインディアンと共謀して不法侵入したとランバートンを告発した。ニューヘイブン植民地はニューイングランドの領主やピューリタンのジョン・ウィンスロップ知事から支援をもらえなかったので、 デラウェア植民地は夏の病気とそれに続く住民の死亡のために解散したと宣言した。植民地の初期は海岸を航行可能な船しか持っていなかった。イギリスとの貿易のためにはマサチューセッツ湾植民地を介して行う必要があった。1645年80トンの外洋航行可能な船を建造しランバートンを船長とした。 その船が1646年に消えた。1年半後の1647年の伝説によると、雷雨の後で船の幻影が水平線上に現れたという、甲板には住民の友人も乗っているのが認められた。続いてマストが折れたように見え、縦揺れで乗員が海に投げ出され、船は転覆した。町の創設者たちは終わりの時が来たと言ったという、後に、 ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローはこの出来事について、幽霊船という詩を書いた。フィラデルフィアの災難と船が沈んだことで、植民地は、その後交渉ことで不利な立場になった。イートンはその死ぬ1658年まで知事を続け、その後はフランシス・ニューマンに、さらに1660年には、ウィリアム・リートに引き継がれた。1661年。 イギリスのチャールズ1世が1649年に死んだ時その死亡証明書に署名した判定者たちが復権したチャールズ2世に追及された。二人の判定者、エドワード・ホエリー大佐とウィリアム・ゴッフ大佐が国王の追及を逃れてニューヘイブンに逃避書を求めてきた。ジョンダ・ベンポートはこれら国王殺しに町の北西にあるウエストロックの丘に隠れ場所を用意した。 三人目の判定者、ジョン・ディクス・ウェルも後に他の二人に合流した。ニューヘイブン植民地はハートフォードに中心を置くコネチカット川沿いの開拓地との関係で不安定な競合が続いていた。ニューヘイブン植民地は1656年に完全な法典を発行していたが、その法律は教会中心のままであった。 ニューヘイブンとコネチカット植民地の大きな違いは、コネチカットが分別ある意義に基づいて他の教会が布教することを許していたのに対し、ニューヘイブンではピューリタン以外の教会の存在を認めていなかったことだった。1662年にコネチカット植民地に直居状が降り、独立した植民地としてのニューヘイブンの時代は終わった。 植民地内の町は1665年にコネチカット植民地政府の管轄下に入った。ニューヘイブンが力を失っていったことにはいくつかの要因があり、中でもイートン知事を失ったこと、唯一の外洋線を失い、フィラデルフィアの惨事で経済的に危機となったことがあった。また国王殺しの問題もあった。当時のコネチカット植民地は上り上市にあった。 ニューヘイブン植民地住民の中からロバート・トリートが率いる集団が1666年ニュージャージーに新しい開拓地を作るために移住した。トリートは新しい場所にコネチカットのミルフォードをそのまま名付けようと思った。しかしエイブラハム・ピアソンはニューアークあるいはニューワークを主張し、これが最終的にニューアークになった。ありがとうございます。